スティーブ・ベレス・フォードは、ヨーク大学卒のイングランドで活動するミュージシャンであり、ピアノ、電子楽器、トランペット、ユーフォニアム、ベース、トイピアノなどの様々なおもちゃの楽器を含む多岐にわたる楽器を演奏している。音楽も幅広いジャンルを演奏してきた。おそらく、フリー・インプロビゼーションで最もよく知られているが、映画やテレビの音楽も作曲しており、 数多くのポップミュージックグループに関わっている。ベレスフォードは、デレク・ベイリー率いるカンパニーのイベントや、デビッド・トゥープ、テリー・デー、ピーター・キュー・ザックとのオルタレーションズ、ナイジェル・クームスとロジャー・スミスとのスリー・プル・オーバーズで演奏した。また、ギャビン・ブライアーズ、ブライアン・イーノと一緒にポーツマス・シンフォニアのメンバーも務めた。ベレスフォードは、エヴァン・パーカー、ロル・コックス・ヒル、ジョン・ゾーン、 ハンベ・ニンクなどの著名なミュージシャンとフリーインプロビゼーションを続けている。彼はスイス系アメリカ人のアーティストでミュージシャンであるクリスチャン・マー・クレイに広く協力しておりロンドン・インプロバイザーズ・オーケストラのメンバーである。2010年からはタニア・チェニア・コメディアンのスチュワート・リートのインディターミナシやロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにおける BBC プロムス2012でのイラン・ボルコフとの パフォーマンスなどを通じて、ジョン・ケージの様々な作品を演奏した。また、レイ・デイビス、スリッツ、フランク・チキンズ、テッド・ミルトン、フライング・リザーズなど、数多くのポピュラーミュージシャンと仕事をしている。2015年、彼は、ノルウェーの歌手、ナタリ・サントルブとのデュオプロジェクトを、ノルウェーのオスロで開催された、ブローアウト・フェスティバルで行った。2012年、 アーティストのためのポールハム臨床を受賞した。彼はウェストミンスター大学の商業音楽コースの上級講師を務めている。ベレスフォードの音楽と彼の教えは10年以上にわたって英国の音楽コミュニティに影響を与えてきた。イギリスのソングライターでパフォーマーのケーティカーは2001年にリリースされたデビューアルバム スクリューイングライズの作成に関する最初のインスピレーションの源泉として、フリーインプロビゼーション、実験音楽、ジョン・ケージ、ミュージック・コンクレート、ディアマンダ・ギャラス、スリッツに関連した音楽テーマに関するスティーブ・ベレス・フォードの講義を引用している。ありがとうございます。